ついにここまで来たか。この大魔王バラモス様に逆らおうなどと身の程をわきまえぬ者たちじゃな。ここに来たことを悔やむがよい。再び生き返らぬよう、そなたらの腹渡を食らい尽くしてくれるわ。
私の声が聞こえますね。あなたたちは本当によく頑張りました。さあ、お帰りなさい。あなたたちを待っている人々のところへ。Thank you.
お帰りなさい。母さんは嬉しくて嬉しくて、今のお前の姿を父さんに見せたかったわ。なんと立派な勇者になったことか。お前はわしの自慢の孫じゃ。あやつもさぞ喜んでおるじゃろう。おお、若き勇者よ、よくぞ魔王バラモスを打ち倒した。さすがあのオルテガの子、国中の者がそなたを称えるであろう。さあ皆の者、祝いの宴じゃ。喜びのひとときに少し驚かせたようだ。我が名はゾウマ、闇の世界を支配する者。このわしがいる限り、やがてこの世界も闇に閉ざされるであろう。さあ苦しみ悩むがよ。そなたらの苦しみはわしの喜び。命あるものすべてを我が生贄とし、絶望で世界を覆い尽くしてやろう。我が名はゾーマ、すべてを滅ぼす者。そなたらが我が生贄となる日を楽しみにしておるぞ。皆様ご無事ですか？一体今のは。なんとしたことじゃ。やっと平和を取り戻せたと思ったのに、この世界が闇に閉ざされるだと。よいか皆の者、よく聞いてくれ。大魔王ゾウマのこと、決して民に知らせてはならん。くれぐれも肝に銘じてほしい。これからどうすれば。すまん、もう下がってよいぞ。あら、眠れないの？仕方ないわよね。
あんなことがあったんだもの。お城で聞いた大魔王ゾーマの声、とても恐ろしかったわ。ねえ、あなたはどうするの？いつの間にか本当にたくましくなったのね。せっかくあなたが帰ってこれたのに、やっぱりあの人みたいに。あの人がアリア藩を出てバラモス討伐の旅に向かうとき、お友達の方たちが立派な兜を贈り物だって用意してくれて、みんなが旅立ちを祝ってくれていたけど、私は行ってほしくなかったわ。もう大切な家族を失うのは、ごめんなさい。大丈夫よ、もう遅いものね。すごく疲れているでしょう。朝までゆっくりお休みなさい。